嫌ですよね、本当にね、嫌なんですよ。もうなんかもう何回目だって話なんですけどね、ちょっと始まりこれから嫌ですよねでいきます本当に、ね、なんか統一した方がいいかなって思い始めたから、嫌ですよねっていう始まりがいいと思うんだけど、どう思いますか、どう思います、嫌ですよねで、いや、はい、すいません本当に嫌な事件がね多いのよね、うん、あのまずこれね、あのこれはあの壊れかけのレディオがあのついに壊れて、あのラジオの開会を検討してる徳永英明で、これもうああ壊れちゃった壊れかけのってずっとなんか何十年も経ってたけど、ついに壊れちゃってどうしようって悩んでる徳永英明、やだよねーねっていうね、うん、これもやだよねっていうのもなんか固定した方がいいみたいな、これもなんかいろいろとなんか模索してる段階なんだよねまだね、はい、これはあのこれはあの今宵の月のようにを歌おうとしたら、あの新月で絶望してるエレカシの宮本でこれ月出てねえじゃんみたいな感じで、もうほんと頭抱えてああみたいな、それ嫌だよねってね、これはあのワールドカップのコロンビア戦の2点目をあのナビタイムが案内してこうなったっていうナビタイムこういうのも案内してくれるなっていうね、これあのジュディ&マリーね、これわかる、ディズニージュディ&マリーくだらないね、はい、これはあのニューヨークヤンキースに入ってもあの仲間から敬遠されてる松井秀喜、ね、高校野球時代ならまだしも試合以外のところでも敬遠されちゃった、やだよ ねこれはあの2人で写真を撮ろうって言ったのに、あの矢島が集まってきて内心切れてるスーパーフライで、これ2人で撮れなかったのが面にいっぱい来ちゃったみたいなね、これあの無茶振りをするザードね、これもう無理でしょみたいな無理なのになんか無茶振りしてくるザードね、これね、あのこれはあのドーハの悲劇と行動派の悲劇ね、これ226事件、行動派が動いてやられちゃったってのと、あとこれドーハの悲劇ね、これね、ダジャレだねもうね、本当にね、あのこれあの飛ぶ場所間違えてる高梨沙羅ちゃんね、これ飛ぶ場所間違えちゃった、もう何でもいいんだジャンプってついたらね、でこれはあの手紙を書いたのにあのヤギに食べられて絶望してやられてないせっかく書いたのにみたいなね、はい、なんでもう一回出てくんで、終わりでーす、終わりだっつってんだ